アリエル・アリエルはパレスチナのヨルダン川西岸に位置するイスラエルが実効支配する都市で1967年の第3次中東戦争後にイスラエルが建設を始めたユダヤ人入植地である。アリエルとはヘブライ語で神のライオンを意味する。市長はロン・ナフマン。アリエルの歴史は古くは旧約聖書にまで遡る。 同聖書のイザヤ書き第29章に、ダビベが陣を置いたとエルサレムを暗示するものとして、その名が登場する。1978年に、イスラエル政府の事実上の女性のもと、再建、都市計画が開始される。用地は、イスラエル国防軍の軍用地と、パレスチナ人住民の工作、放牧地を、イスラエル国有地と宣伝して、没収。 追放した土地が当てられ、新たにユダヤ人住民を入植させた。8月には40世帯ほどが入植した。同年に議会が発足、大議員選出のための選挙も行われている。翌1979年には、現在の市長論な不満を評議長に選出。1985年から現職。 1982年には市にシナゴーグが建設され、初めての大学となるユダヤサマリア大学が開校した。発展が著しくなったのは1990年代前後で冷戦構造が下火になり始めると、旧ソ連や東欧に住んでいたユダヤ人の帰還運動が盛んになる。現在のアリエルは入植地というよりもさながらニュータウン。 高級住宅地の様相を呈している。現在、アリエルは2万人ほどの人口を数える。1990年には人口8000人程度だったが、1989年より始まった旧ソビエト連邦東欧からの移住者により人口は急増。2007年からはアメリカ合衆国、イギリス、カナダ、南アフリカなど英語圏からの移住者も増えた。 これは、イスラエル本土と比較して、アパートなど宅地が安価に提供されたからである。ヨルダン川西岸の入植地の中では、マーレ・アドゥミームに次いで2番目の規模を誇る。そのため、歴代政府も、この地を戦略的要衝と位置づけ、最もパレスチナに優和的であったエフード、バラック首相の2000年のキャンプデイビッドでの会談の、際も、アリエルの存続に関しては譲らなかった。 2004年4月14日に行われた、米、イスラエル首脳会談では、歴代の米政権で初めて、ジョージ・ブッシュ大統領がアリエルを含む6、大入植地の存続を明言。そのためナフマンは、アリエル・シャロン首相が断行したガザ地区撤退計画の、際も、終始政官の構えを取った。ナフマンは、リクードの党員でもあり、シャロンの政治的名友でもある。 同計画でガザ地区を割れた入植者500の救済にも乗り出している。2020年10月28日、アリエル大学でイスラエル、米国による科学技術協定の更新が調印された。ベンヤミン・ネタニヤフ首相は調印式で1967年の境界線を超えたイスラエルのすべてを非合法化しようとする。 すべての人々に対する重要な勝利を宣言し、イスラエルの人々とイスラエルの地との千年のつながりを根拠に改めて占領の正当性を主張した。また、協定の適用範囲が占領地のユダヤ・サマリア、東、エルサレム、ゴラン高原に拡大されたことを明らかにした。これは、米国のドナルド・トランプ政権が 従来米国が非合法としてきた、イスラエルのヨルダン川西岸、東、エルサレム、ゴラン高原支配を公認したことのアピールでもあった。パレスチナのアッバース大統領報道官のナビル・ワブ、レデネは、この措置は、パレスチナ領の占領に、米国が実際に参加していることを意味すると非難した。 申請書辞典76ページ、申請書仲介584ページ PM ネタニアフ、エスリマークスワット、アリエルユニバーシティイスラエル国ユダヤ人、入植地でも、科学技術協力トランプ政権、イスラエルと合意。共同通信社、29オクトーバー2020、2020年10月29日、閲覧。US、イスラエルエクステンドサイエンスは構図。 イントゥ・ウエスト・バンク・セトル・メンツ AP 通信。二十八億トーバー2020。二千二十二千二十年十月二十九日。閲覧。ありがとうございます。